こんにちは、6000アレゴです。今週紹介するのはこちら、こちら 3DS の中にある、そう、大森生き物作りクリエイトイの実況ではなく、僕が作ったね、愉快性というところでちょっとね、まあやってるんですけど、まあそこでですね、僕は面白いものを作りました。じゃあ行きますよ。ここに出ますからね。よーい、ほい。どうですか。このゲームまだ知らない方、説明いたします。このゲームは、本当は普通の生き物作りクリエイトイというのを発売してて、まあそれは僕のお姉ちゃんが持ってるんですけど、まあそれに僕はハマって、それで僕は大盛りの方を買いました。で、大盛りのね、方ですがね、1500円か1000円ぐらいしました。意外と安いです。大盛りの割にはね、あれ意外とね、パーツも多いですね。そりゃそうだよね、大盛りだからね。でですね、で、そのキャラクターを自分で作って、それを冒険させるってやつなんですけど、冒険というか、なんかお散歩できるんですけど、まあ、大盛りの方ではですね、ダンジョンというやつがあって、自分のキャラクターを戦わせることができるんです。まあ、こういう感じですね。じゃあ、ちょっと、こいつでお散歩をしてるので、マリオで行きます。で、草原はね、マリオの場所になってます。ここをね、赤い点でグーってやって、こっちに引っ張って離すと、こういう感じにジャンプできます。で、こういう外側のね、こうやるとですね、こういう感じに歩けます。で、こういう感じにね、食べまーす。ほい。これね、土管とですね、あとは派手なブロックがあります。あとですね、これはマリオで、後ろにあるのがスーパーマリオ3かな。3に出てきたやつですね。出てきた、なんか、そうですね。中間とかこういうやつがある。これでは、今から、本当の実況を始める。おお、見て。ついにキノコ来ました。食べます。こんぐらいでいいでしょう。こういう感じでした。じゃあ、長いところ、長い間、お付き合いしていただいて、誠にありがとうございました。では、さよなら。また次の動画で会いましょう。